ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は11月下旬に発売された話題の新製品、こちらユニバーサルオーディオの Bolt276 をレビューしていきたいと思います。今回、代理店のフックアップさんにデモ機をお貸しいただくことができました。ありがとうございます。製品をお借りしてのレビューとなりますが、いいと感じた点もちょっといまいちかなって感じた点も、正直にお話をしていきます。僕は今ユニバーサルオーディオのアポロツイン X というオーディオインターフェースを、メインで使用していますので、ユニバーサルオーディオの製品に関しては、結構語れる自信があります。ぜひ、購入を検討している方の参考になれば嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。はじめに、ボルトシリーズの製品ラインナップを簡単にご紹介します。ボルトシリーズのラインナップは、全部で5製品です。ボルト1、ボルト2、ボルト176、ボルト276、ボルト476。製品名の先頭の数字が、入出力数を表します。全機種にヴィンテージマイクプリアンプモードというモードが搭載されておりまして、76という数字がつくモデルに関しては、76コンプレッサーモードというモードも搭載されています。12月4日時点で、日本で流通しているのは、ボルト2と、ボルト276の2機種。ここ数年は、品切れが続くオーディオインターフェースっていうのもあったりするんですけれども、都内の楽器店を回った感じ、見てみますと、在庫は豊富にありそうです。それではまず外観から見ていきましょう。こちらです。高級なブランド品を思わせる梱包で、箱を開ける時から、めちゃくちゃワクワクしました。で、本体もこれめちゃくちゃおしゃれですよね。76シリーズに採用されている両サイドのウッドパネルは、これまでのオーディオインターフェースにはなかなかなかった斬新なデザインで、かっこいいです。単体で見た時にかっこいいだけじゃなくって、デスクに置いた時に周りの空間と馴染むっていう感じもありますね。インプット1、インプット2のゲインノブに、モニターボリュームノブ、そしてヘッドホンのアウトはこっちにあります。でヘッドホンの、ボリュームノブがここにあります。このノブは、触り心地も良好でございます。ただそのうち、モニターボリュームのノブのみやや軽く感じます。ここは好みが分かれるところかもしれません。で、インプットとアウトプットのメーターは5段階の LED です。まあ、表示の段階自体は、そこまで細かいわけではありませんが、同価格帯の他社製品と比べると LED が大きいので、視認性はなかなかいいんじゃないかなと感じました。各モードの切り替えボタンの押し心地とデザインっていうのもなかなかいい感じです。続いて、各種機能について、ボルト476以外の4機種は、バスパワーで駆動します。iPhone や iPad と、組み合わせて使用する時のために、電源供給もできるようになっているんですけれども、面白いのが、製品に付属している電源供給用のケーブルの仕様です。逆側が USB Type-A になっているケーブルっていうのが1本ついてまして、普段使用している電源アダプターや、USB の口があるタップなどに、接続して使用する形になっています。今っぽくていいですね。対して、コンピューターと接続するための USB ケーブルは、付属しているものが Type-C to Type-A 1本のみとなっておりまして、Mac ユーザーをこれまで優遇してきたユニバーサルオーディオっていう会社らしからぬ不親切さ、これはちょっとどうなのかなって僕は思いました。インプットセクションには 48V のファンタム電源を、供給するためのボタンと、あとはギターベースなどを接続して使用する際に使うインストボタン、さらに、ゲインノブの上に、76コンプレッサーモードを切り替えるボタンと、ヴィンテージモードのオンオフを切り替えるボタンがあります。で、モニターボリュームノブの右下には、ダイレクトモニターの切り替えボタンがあります。で、このボタンっていうのはオレンジと青に光りまして、オレンジ色に点灯した状態では
インプット1の入力ソースが左側からで、インプット2の入力ソースが右側からで、青色に点灯した状態ではモノラルでダイレクトモニタリングが可能です。76コンプレッサーモードはユニバーサルオーディオの1176っていうハードウェアコンプレッサーをベースに作られておりまして、ボーカルモード、ギターモード、ファストモードとアタックリリースタイムの異なる3つのモードを切り替えて使うことができます。レシオは全て6対1で固定です。ヴィンテージモードはユニバーサルオーディオの UA610 というプリアンプをベースに作られているそうです。次に音質についてお話ししていきます。まずは DA アウトプットの音質について、ユニバーサルオーディオアポロシリーズとは全く違う方向性のサウンドだなっていうふうに感じました。アポロのこう音が定位的にも帯域的にも、真ん中に集まってくるみたいな感じは全くなくなっていて、非常にバランスの取れた、使いやすいサウンドになってるかなっていう風に感じました。ただ同時に、アポロシリーズが持っているパンチ力みたいな、なんか訴えかけてくるものみたいなものは失われていて、やや平面的で奥行きのない音に感じられました。この 1,2 年で僕低価格帯のオーディオインターフェース、結構いろんなメーカーのいろんな機種を、聞き比べてきたんですけれども、めちゃくちゃ価格相応の音だなっていう風に僕は思いました。ボルトの出力の音質に関してスペックでは読み取れない、価格ではわからない何かがあるんじゃないか、そんな期待をしている方がいるとすれば、何もないです。価格相応のオーディオインターフェースの音がするっていう感じです。続いてインプットの音質について、ここからは実際にボルト276で収録した音をお聞きいただきたいと思います。使用しているマイクはオーディオテクニカの AT2020 です。まずは素の音で喋っていきます。僕は自分ではボーカル、アコースティックギターぐらいの録音しかしないので、限られた用途での印象ではありますが、まあめちゃくちゃいい音だなっていうふうにも思わなかったし、かといって安っぽい音だなというふうにも思いませんでした。まあぶっちゃけ入力音の質っていうのはオーディオインターフェース自体の性能以外の様々な要素に左右されるので、まあこの価格帯の製品の購入を検討している人にとっては十分なクオリティなんじゃないかなっていう感じ。同価格帯の他社製品とめちゃくちゃじっくり聞き比べて、こっちがこうだこっちがこうだっていう必要はないんじゃないかな、そこまで大きな差はないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。面白いのはやっぱりヴィンテージモードと76コンプレッサーモードですね。ヴィンテージモードにちょっと切り替えてお話ししていきましょう。はい、ヴィンテージモードオンになりました。いかがでしょうか。一聴して違い分かるんじゃないかなっていうふうに思います。かなり大胆に音が変わります。アナログ、ヴィンテージ、云々というか、まあサチュレーションがかかって、広域が強調されてるっていう感じですね。声の抜けっていうのは良くなるので、ボーカルのモニタリングっていうのは、すごくしやすくなるなっていうふうに感じます。好みで使い分けてくださいっていう感じだと思うんですけれども、この音を選択肢として、持っておけるっていうのはメリットだなっていうふうに思います。はい、ヴィンテージモード一旦オフにしました。続いて76コンプレッサーモード、やっていきましょう。これもかなり大胆に音が変わります。まずは、ボーカルモードで、聞いていただきましょう。はい、ボーカルモードオンになりました。いかがでしょうか。全体的に、音量感っていうのがかなり大きくなる印象で、まあコンプかけてるんで、まあそりゃそうだろっちゃそうなんですけど、多分入力ゲイン自体ちょっと持ち上がってるんじゃないかなっていうふうに思います。これだけ音大きくされちゃうと、まあいい音に聞こえちゃうよねみたいなところはあって、まあちょっとした不信感は覚えますね。ただ実用面を考えると、まあ、使いやすいなって思うっていうのも正直なところで、用意された3つのモードっていうのも非常によくできてるなっていう風に感じました。順にお聞きいただきましょう。今お聞きいただいてるのがボーカルモードです。次にギターモードに切り替えます。はい、ギターモードに切り替わりました。いかがでしょうか。まあギターモードと言いながら今はね声を収録しているんですけれども、アタックタイムとリリースタイムが、設定が全然違うので、音の聞こえも、かなり変わってくるんじゃないかなと思います。続いて、ファストモードに切り替えます。
はい、ファストモードに切り替えました。これかなり違いわかるんじゃないかなと思います。コンプレッション感が、ものすごく強く感じられるんじゃないでしょうか。ファストモードでございます。まあお聞きいただいてわかる通り、コンプレッサーなし、一回切ってみましょう。コンプレッサーなし。コンプレッサーなしの音。そして、ボーカルモード。ボーカルモード。そして、ギターモード。ギターモード。で、最後に、ファストモード、ファストモードと、かなり、音違いますよね。この手の音色変える系の機能を持った低価格帯のオーディオインターフェースっていうのはいくつかあるんですけれども、まあ大抵はボルトでいうところのヴィンテージモードのオンオフ。まあその選択肢しかないので、ソングライターとか、ライブストリーマーとか、機材の細かいことよくわかりませんっていう人に、ヴィンテージモードのオンオフと、コンプモードの、ボーカル、ギター、ファスト、そしてオフ、合わせて、全部で8つの、非常にわかりやすい特徴を持った、音色の選択肢を提示してくれるっていうのは、まあなかなかいいんじゃないかな、面白いんじゃないかなっていうふうに思います。試しに、ボーカルモードの76コンプレッサー、かけた状態で、ヴィンテージモードをオンにしてみましょう。はい、ヴィンテージモードオンになりました。だいぶ音違うんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。それでは、最後にまとめです。現在は、76コンプレッサーモード、ボーカルモードでオンにした状態で、さらに、ヴィンテージモードもオンにしています。正直、この製品どういう人にどう言っておすすめしたらいい製品なのかちょっとよくわからないなって今感じてます。特徴はすごくあるし可能性も感じるんだけども何にどう使おうっていうのがちょっとぼやっとするそんな感じ。安いとか軽いとか便利だとかあとは音がいいとか同価格帯の他社製品と比較したときに、機能面で抜きん出てるとこっていうのがちょっと見つからないんですよ。まあそのヴィンテージモード、コンプレッションモード、便利じゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、他の手段で代替できる機能ではあるなっていうふうに思っていて、便利さとは少し質が違う機能なのかなっていうふうに僕は考えてます。で、唯一抜きん出てるなっていうふうに思うのがデザイン。それも本体のデザインだけでなく、トータルの製品デザインです。とにかく買った瞬間から、箱を開けて、繋いで、使ってっていうとこまでワクワクがずっと持続するんですよね。それって結構大事だと思うんですよ。どちらかというと音に対して細かいこだわりがある人ではなくって楽しく音楽やりたい人に向いてる製品なのかなっていうふうに思います。まあ言い方変えますとボルトを使うことで音楽作りが楽しくなるで音楽作りの楽しさを知るみたいな感じ。なのでこのレビュー見た上で欲しいなっていうふうに思っちゃった人はもう買って後悔することってのはないだろうし楽しくなれると思います。ただすでに同等もしくは、ボルトよりも高価なオーディオインターフェースを持ってる人が買い替える価値っていうのはあんまないんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもクロートすぎない目線で、いろんな音楽制作機材ご紹介していきます。ぜひ、チャンネル登録コメント高評価シェアよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。